はい、皆さんこんばんは。今日はですね、皆さんに緊急でお伝えしたいことがありますので、自宅から配信させていただきます。で、何が起きたかと言いますと、僕のこの YouTube チャンネル、ずっと広告がついてなくて無収益になってたんですが、前にも動画で紹介したんですが、それがですね、突然広告がまたつくようになって収益が戻りました。で、詳しく話しますと、3月14日の土曜日から3月の18日の水曜日までの5日間、この5日間が無収益になってました。広告が完全に外れてました。で、3月の19日の木曜日から広告がまた徐々につくようになって収益が戻りました。で、今現在は普通に、ほぼ大部分が広告がついて、収益も前のように、ほぼ戻ってるっていう状態になっています。で、なんでこういうことが起きたのかははっきりわからないんですよ。大体予想はいくつかあるんですけれど、まずですね、何の通知もね、僕のところにはないんですよ。普通僕の動画に何か問題があるとか削除するとか、そういう場合って、ダッシュボードとか、Gmail のアドレスの方にメールが来たりとかするんですよね。で、一切僕への個別のそういう通知っていうのがないんですよ。で、突然広告がついて、突然収益化が戻ったと。なので、収益のグラフもドーンと落ちてて、ゼロだったのが、急にドーンと上がって、また戻ったっていう感じになってるんですよね。はい。で、今まで、ダッシュボードのところの収益化っていうところのボタンを押すと、収益化が無効になったっていう通知の画面があったんですけど、それも完全に消えて元に戻りました。それまでの間は収益が無効になりましたっていう画面があって、で、4月12日以降に再申請してくださいっていうボタンがあって、そのボタンは薄い色で、クリックできないんですね。おそらく4月12日以降になると、そのボタンがクリックできるようになって、再申請の手続きをするような画面に行くようになってたと思うんですけど、その画面もボタンも一切なくなってしまったわけですね。普通に元通りになったっていう状態なんですね。で、なんでこうなったのかっていろいろ予想したんですけれど、まず、ダッシュボードの方に、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 に関する更新というページがありまして、そのページがちょこちょこ数日おきに更新されてまして、最近だと、まず3月11日に、新型コロナウイルス感染症関連のコンテンツの収益化に関する更新というのがありまして、それを読み上げますと、現時点では、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況はデリケートな事象であるとみなされます。デリケートな事象に関する YouTube のポリシーは、自然災害など影響の大きい短期間の事態に適用するように策定されています。この状況は現在も進行しているという性質があるため、YouTube は一部のチャンネルの新型コロナウイルス感染症関連の、コンテンツで、広告を有効にする予定ですと。で、それより前はコロナウイルス関連の動画を上げると、ほぼ全部広告がつかなかったんですけれど、3月11日あたりから、ものによっては広告を、つけましょうという方針の予定です、みたいな感じの通知が来てたっていうことなんですね。で、その後は3月16日にまた通知が来てまして、それは新型コロナウイルス COVID-19 関連コンテンツの収益化っていう題で、それを読み上げますと、COVID-19 を主題としたコンテンツや、COVID-19 に言及するコンテンツをより多くのクリエイターやニュース組織が収益化できるようにしました。で、その下にガイドラインというのがありまして、 COVID-19 関連コンテンツのアップロードに関するガイドライン、ファクトチェックを実施してください。内閣官房厚生労働省のような
信頼できる組織から発信された情報と照らし合わせてコンテンツの内容を検証するようにします。まあ、正しい情報をちゃんと発信してくださいっていうことですよね。で、この事象が世界中で現在も進行していることを忘れないでください。 COVID-19 関連のコンテンツを共有する場合は必ず善意に基づいて行ってください。商品またはサービスのプロモーションや販売を目的として利用することは厳に慎んでいただくようお願いします。まあ、こういうことですよね。 COVID-19 を利用して、まあ、間違ってる情報、まあ、例えばこのウイルスがそのアメリカで開発された生物兵器だ、ダーンっていうあの不確かな情報をもとにした引きつけるその炎上目的の動画とかもダメだし、あとまあこのウイルス関連でまあ商売をしたい、ものを売りたいっていうその商売のプロモーションの動画もダメですよと、もう真面目にあのファクトを発信してくださいと、有益な情報を発信してくださいってことを言っているわけですよね。あとは同じく3月16日に来てた通知だと、外部人員とコミュニティの保護についてっていう題で、YouTube では社員や外部人員、その人たちが暮らすコミュニティの健康と安全を第一に考え、一部の拠点ではスタッフを減らすなどの対策を実施していく予定です。今後、通常は担当者が主導で実施している審査作業の一部で、機械によって処理を行う割合が増加します。その結果、ポリシーに違反していないコンテンツが誤って削除される可能性がありますと。まあ、こういうのも来てまして、なので考えられるのは、僕、一応自分では真面目に、コロナウイルスの情報を発信してたつもりで、炎上目的とかそういう意図もないし、何か商品のプロモーションとかもう一切していなかったですね。なので、まあ、通常は人間がそういう動画を審査してたのが、人間がいなくなってしまった分、まああれですよね、在宅勤務とかになったせいで AI にそういう審査を依存するようになってしまって、 AI が間違って僕のコンテンツを削除じゃなくて収益化を外してしまったと。で、まあ、そういう対象の動画がたくさんあるので、まあそれによってあれですね、チャンネル自体の収益が全部消されてしまったと。で、その後人間がそれを見て、これは AI の間違いだっていうことを気づいて収益化を戻したっていう可能性がありますね。まあ、それだったらそれで、通知が欲しかったんですけれどね、今回 AI のミスで収益化をなくしてしまったんですが、それが発覚したので戻しましたっていう通知が来れば、あ、そういうことなんだって僕安心するんですけど、まあ、そういう通知が一切なく、もう全部普通に元に戻ったっていう状態なんですよね。で、あとね、皆さんがね、結構僕に同情してくれてフィードバックかけてくれたんですよね。フィードバックっていうのは、このチャンネルの視聴者の人がそのこのチャンネルに対して言いたいことを YouTube の運営にするっていう、運営にフィードバックするっていうシステムがあるんですけど、そこでこのミゲア先生の YouTube の収益が無効になるのはおかしいですよと、ミゲア先生ちゃんと正しいことを発信しているので、これで収益化なくすのはおかしいんじゃないですかっていうことをですね、コメント欄とか見るとフィードバックしましたっていうコメントが多かったんで、結構そのフィードバックしてくれて、それによって YouTube の運営の人が気づいて直してくれたっていう可能性がありますので、まあ、どうも皆さん本当にありがとうございました。皆さんのおかげも本当にあると思います。これからもよろしくお願いします。ということなんですね。で、ただね、まだ今後ね、どうなるかわからないですね。やっぱり僕の動画って過去の動画見ると結構手術中のえぐい映像とか、その7年前6年前は全然平気だったんですけれど、だんだん YouTube のこういう規則が厳しくなってきたので、昔は OK でも最近は NG みたいな空気になってきたので、
だんだん僕の過去の動画の映像とか見ると、まあ、今の YouTube の風紀にあんまり合っていないチャンネルなのかもわからないです。なので今回は収益化また戻ったんですけれど、また新たに審査するときにまた完全無収益化っていうことは起こりうることだと僕はもう覚悟してますんで、まあ、その時はなるべく動画を消さないようにして同じようなスタイルでね今後も続けていこうと思っておりますので、あとすいません追加でなんですけど、さっきのその3月16日の通知でそのガイドラインのところで新型コロナウイルスのガイドラインのところで上記ガイドラインに従っていただけない場合、そのチャンネルの COVID-19 関連の収益化が制限されることがあります。レアケースではありますが、場合によってはチャンネル全体で収益化が一時的に停止されることもありますと、まあ、そういう通知がね、来てたんですよね。3月16日にこれは僕個人に来たんじゃなくて新型コロナウイルス感染症に関する更新っていうみんなが見れるページであったんですけど、なのでCOVID-19 関連の動画をいっぱい上げて、その動画がそのガイドラインにのっとってなくてある商品のプロモーションとか炎上目的の変なネタでばっかり陰謀論とかね、秘密結社が人口削減のためにこのウイルスをばらまいたんだとか何の根拠もない変なデマを流すようなのばっかり流してたら、その場合はそのチャンネル自体の収益化が完全に止まってしまうということありますよというのは3月16日にみんなに来てますんで、まあ、僕が収益化止まったのそれより前なんですけれど、なのでまあ皆さんもこれ気をつけて新型コロナウイルスの動画をアップしていただくのがいいと思いますということになります。本当に皆さん今回ありがとうございました。ご心配おかけいたしました。今後もこのチャンネルをよろしくお願いします。あと YouTube の皆さんもこのチャンネルをよろしくお願いします。どうか赤バンしないでください。はい、ありがとうございました。